皆さんこんにちは、館長の森山です。なかなかご来館できない皆様へ北鎮記念館を身近に感じていただきたく動画でご紹介します。シリーズ化第6回目となります。今回は開墾の図と国見の図について紹介します。それでは広報員によるバーチャル案内を最後までお楽しみください。こちらから開墾の図について紹介します。この大きな絵は明治14年天皇陛下が札幌山花屯田を視察された時の絵です。正面の山は藻岩山です。馬車は石山通りを定山渓方向から札幌市内に向かっています。明治9年に入植した山花屯田、これだけの地域を5年間という短期間で開墾したロークと、入植間もないこの時期に天皇陛下自ら視察されるという北海道開拓への決意が感じられるのではないでしょうか。ちなみにこの絵は現在の陸上自衛隊札幌駐屯地付近から描かれたものを模写したものです。そしてこちらから国見の図と言われている絵について紹介します。この絵は明治18年近江山に登り初めて上川の大平原を視察した時の絵で、国見の図と言われています。黒い服を着て指を刺されている方、後の初代北海道長官岩村道俊、軍服を着ている方は屯田兵本部長、後に第2代北海道長官となる永山武四郎です。2人は上川は紫州を山に囲まれ防衛に適していること、北海道の中心であり道路をつけ開拓民を移住させ生計の中心地ともなれば、上川を中心に北海道の開発は飛躍的に進むだろうと考えます。東の都東京がありますように、北の都北京を上川に置くのぎという意見書を数回にわたって提出しています。中央政府は北海道には都は置けないが大きな町を作り利休を設置するので、それぞれ準備にかかるよう指示をします。利休というのは現在の皇室の別荘です。しかし諸藩の事情により途中でこの計画中止になります。それでも中央政府に上川開発という方針に反対する者はいませんでした。明治19年北海道庁を設置し、初代長官に岩村道俊が就任します。そして前年登りました近江山に石碑を建てます。これは上川最古の石碑であり、現在も上川の平野を見下ろすように立っています。また旭川にある上川神社には離宮予定地を示す表示が立っています。明治21年になりますと、今度は永山武四郎、屯田兵本部長のまま第2代北海道長官に就任します。その時まだ名前のついていない村がございますがと申し上げたところ、天皇陛下からお前が力を尽くす村だからお前の姓を取って永山にすればいいだろうということで、現在旭川には永山という地名が残っています。今回シリーズ第6回目として開墾の図と国見の図をお送りしました北鎮記念館紹介動画ですが、いかがでしたか。次回は旧陸軍第一師団の創設を配信予定でいますので、引き続き北鎮記念館をよろしくお願いいたします。